している岩のほとんどは石灰岩。石灰岩は硬くて崩れにくいんですが、水には溶けやすい。見えている部分で一番古いところは3億年以上前の地層という。それだけ長い時間、隆起と侵食を繰り返し、ここ厳美系が形成されたと言われております。そしてこの辺り一帯はその石灰岩地帯となっておりますので、町至る所に石灰工場、セメント工場があります。お車で来られた際、ご覧になった工場とほとんどそれになったんですね。あとその工場地帯以外にもですね、石灰岩地帯には鍾乳洞、洞窟がよく存在します。ここ厳美系の近くにも幽玄洞というね、観光洞窟があります。その幽玄洞は日本最古の鍾乳洞、一番古いと言われております。そして北の方、岩泉という町には龍泉洞というね、とても有名な鍾乳洞、岩手にはあります。そしてここ厳美系においても一つ大きな鍾乳洞が存在する。奥行きは80メートルほど。ただ人が立って入っていけるのは、ね、30メートルのところ。そこから先はぐっと細くなる。その30メートルの地点に七福神の毘沙門天を祀っています。そこから洞窟の名前を毘沙門窟と名付けている。毘沙門天は日本では勝負の神、古来インドでは財宝の神。しかし厳美系の毘沙門天は縁結びの力もあると言われています。その理由として、年に2、3組ではありますが、船の上で結婚式を、この皆さん乗ってる船よりね、一回り大きい75人乗りという船を2艘並べて、神主さん呼んで、親戚呼んで結婚式を。今年も5月にね、めでたく一組結婚式を挙げられています。もちろん営業時間内に執り行うので、見ず知らずの人からもね、祝福されるまあ長年にわたってそういったカップルを見守り続けてきたというところから、厳美系の毘沙門天、縁結びの力もあると言われるようになりました。あのお賽銭箱ちょっと仕掛けしてまして、お賽銭見事に入るとチリーンっていい音します中にね、お輪が入ってます。ただ1円玉ですと軽くてあまりいい音はしません5円以上おすすめです。でもほとんどのね、お客さんみんな同じことを言います。一番いい音500円だねあとどうしても紙のお賽銭あげたいっちゅう方、私預かるシステムですよ、遠慮したら古い言い伝えによりますと、どれだけ天気のいい日であっても美しい女性が乗ってる船はよく海にあったのビジョビジョだマニュアルに乗っとった信号はい、そしてこの勝負岩を過ぎますと、まもなく上り船の終着、三好が丘となります。皆さんにはそちらで一旦船を降りていただきます。船を降りて300メートルほど歩いていただき、厳美系の終点まで行っていただきます。一応歩くのも料金に入ってますノンクレームで呼んでください。その終点には厳美系で一番高い岩、高さ124メートルの大厳美岩、厳美系という名前の由来となった鍾乳石、獅子ヶ浜、そして人気ナンバーワン、運試し岩です。川の対岸にある運試しの穴に運玉という玉を投げ入れた。見事入るとその願い叶うかもしれない。投げ入れる専用の運玉は5個で100円。そこら辺に落ちてる石ころ投げるでは罰当たりだ奥
には専門の案内人待っておりますので、その方の話をよく聞いてください。そして見事運玉がね穴に入った方、その方にね一声かけると何かもらえますから、ね、入りましたと自己申告です。そしてこちらでの散策時間20分間と決まっております。今私の時計ですと12時37分20分後12時57分出発となります。ちょっとなんか57で切り悪いので12時58分にします。遅れないように2、3人遅れてても時間になれば船出ます、ね、乗り遅れた方は一応川浅くなってます、ね、それでも年中枯れることがない湧き水少量流れ続けています。湧き水ですので水温低く、ここから吹いてくる沢風でねとっても涼しいです。今はねどこでも涼しいのでねなかなか実感はできませんが、真夏の日中などこうやって前を船で通った時、沢風が吹いてくると本当ヒヤッとするほど、何もしてねえのにパトカー見た瞬間の一緒と言われそしてここ芸備系は渓谷が深いということもありますし、道路からも離れていますので車の音はね一切入ってきます。ちょっと前ですね、海外のドラマの撮影の舞台とかにもなっています。日本映画ですと松竹で配給した忍びという忍者の映画で撮影に来ています。違います。小田切城仲間由紀恵の作品。たくさん有名な方いらっしゃいましたけどね、一番印象的に可愛いなと思ったので沢尻に入れた。その頃からちょっとやってました。あ、これ嘘ですよね。そんな経ってない頃なんで、そこまで有意識か。岩肌に自生した木々が赤、オレンジ、黄色に紅葉し、風が全くない日はその景色が水面にも映ると、すると視界すべてが紅葉の景色、まさに錦をまとったかのような情景であるというところから金碧岩と名付けられております。しかし無風状態で前に船がいないという条件下のもとでしか見ることができない光景、運よくそういった光景を見ることができたお客様は秋の芸備系の虜となり、毎年紅葉シーズンに足を運びいただくようになります。そしてそういったお客様方は帰りには皆さん口々に決まってこう言って帰ります。また来る、来年もまだ来よ。1年の中で10月がね一番お客さん多いんですね、まあ、1日で見ればゴールデンウィークとお盆なんですけど、1ヶ月を通すと10月が一番お客さん、団体の予約も多いですし、多分今年なんかですね、本来は春に来ていた中学校の修学旅行が全部秋にずれ込んでいるので、今月末はちょっと怖いぐらいこの左の総府岩と目の前の顔に見える小府岩、この2つは夫婦です。芸備系の夫婦岩と言われ看板景色の一つとなっています。まあいろいろな広告媒体に使われる写真や、あとは皆さんお手元の乗船券の表写真、これはこの夫婦岩を上流から撮っている写真を使っています。そしてこの目の前の顔に見える小府岩に、世界で唯一この岩にしか咲かない花、芸備ゼキショウというのが5月の中旬から6月の初め花をつけます。 2、3 センチの小さな白い花を咲かせる。世界中でこの岩にしか咲かず、5月6月の限られた期間しか花をつけませんので、この花を見ることができた方には幸せが訪れるとも言われています。毎年毎日のように見ていた私には幸せは来たのでしょうか。日本には船下りという名前で商売しているところは18カ所あります。船の商売はもっとたくさんありますけど、船下りカテゴリーに属するのは18なんですね。その18の中でここ芸備系が一番北に位置します。北の果ての船下りなのに真冬も仕事させる厳しい会社です。で、大体船下りってやってるところって急流激流下りってことなんですね。そういったところはお客さんを降ろした船はトラックとかで川から今で運ぶ、船も小さいですもんね。でもちろん往復しているところもありまして、そういったところはエンジンついた船で営業しています。ここみたいにこの竿1本のみで一級河川を上り下り両方やっているというのは日本では唯一ここだけだそうです。ですから日本中の船頭の中でもこの船を漕げる船頭というのは現日本において20人もいない、その中の1人俺で、皆さんが行った運玉投げ、これはね日本では2カ所だけです。ここの他は九州宮崎県宇土神宮。
で下りの船はね、登ってきたとこそのまま帰りますので、もうここからはね、岩の説明とかそういったのは一切ございません。本当は黙って帰れれば楽でいい、まあそういうわけにもいかないということで、ここでは船頭が歌う船歌というのがあります。一応料金に入ってるので嫌でも聞いてもらいます。頑張ってください。まだ歌いませんからね。いろいろ段取りある。で、ゲイリー追い分けという民謡です。特徴としてはとにかく母音伸ばします。あー、なんて10秒ぐらい言ってますので、歌を聴いただけで歌詞を理解するのはまず困難です。ということで、乗船券の裏には歌詞を書いてある。まあ、出さなくても大丈夫よ。私読んでしまう。ね。清き流れの砂鉄の川に船を浮かべて竿させば、曇りがちなる心の空も晴らしてくれます。獅子ヶ浜訪ね来てみよ、岩手の里に世にも稀なるこの景色、大船渡船に乗り換え三社一ノ関より遠からず。文字にすると100文字ちょっと、読めば10秒、歌うと7分、結構長い。なので途中でもう聞きたくない、飽きちゃったって人は私に分かるように手を挙げてください。はい、金曜日流れのさて。暑いですからね、日陰好んで進みますので、いくらかは進む。秋はもちろん紅葉、そして冬の雪景色と、一年を通していろんな条件がご覧になれる観光地。今回皆様にちょっと紅葉には早かったですけれども、秋の芸美景ご堪能いただけたかと思いますので、また足をお運びいただくような機会ございましたら、季節を変えていただきますと、また違った魅力を発見できるかというふうに思っております。船着き場見えてまいりました。船お降りの際ですけれども、忘れ物などないよ。